ロイドラジオ第5回今日は小学校からお送りしますそして今日はなんとゲストがこれだけいます。バッ、顔が映らないように。おお、なんか超いっぱいいますね。今日はですねゲスト10名来ております。じゃあ一人一人ちょっと名前を順番に言っていってもらっていいでしょうか。どうぞ。あ、僕か吉田です。ごめんなさい、ささくれです。あ、やばい、空気が起こしちゃった。はい、吉田。はい、あ、次俺ですか。はい、ケイシです。何を喋ればいいですか。これ今日は撮影したんですよね。はい、そうですね、撮影でした。はい、どうでした。なんか、まあ、小学校なんですけど黒板でこうみんなで落書きを始めてからのものが非常に楽しくてこの様子を動画で撮影してたらさぞ面白かった毎回美味しいところ撮ってないです。そうですね、はい、まあ次なんか企画でやりましょう。あ、そうですね、じゃあ黒板に絵を描く企画をみんなうろ覚えで。はい、はい、じゃあそんな映画今日一番うまかったのこの方どうぞ。あ、コスモです。撮影が終わってですね現在お腹好き好きです。あれ、これだけそんな感じで絵がうまかったですけど。いや、そこまでうまくないです。あ、なんかうまくないです。うまくないです。うまくないです。コスモさんなんか調子が悪いみたいなんで。いや、そういうことです。はい、というわけで、今回初登場のこちらの方です。あ、どうも、チャーです。初登場、ロイドのコンピレーションに参加していただきます。あ、どうも、頑張りました。はい、あの結構変わった曲を、変わった曲というかあのすごくハードコア系の曲を書かれてますけど。あ、そう、あの、あんまし、そういうのね、あの意識してないんですけど、ただ秘密ってやつが、ね、作りたいんで僕は。締めた終わりで、はい、続いてはこちらの方。はい、僕でしょうか。はい、M3 の時にも、はい、ね、出ていただきました。そうですね、はい、ルチと名乗っております。はい、そうですね、撮影ではなんか一人抜かれて一人で廊下に立たされてだいぶ長い時間ありがとうございましたもうモデルとしてすごく使える背の高さ。身長は190くらいなんです。内緒ですまあ流しますよ、はい、でさっき絵合戦があった時にすごくスターダムを持ち上がったこちらのあ、どうも皆さんこんにちは、ロリコムです。ですね、どういうこと話せばいいですか。なんかバナにしていますよね。いやいや、そう、先ほど皆さんと一緒にイラストを描かせていただいたんですが、はい、もうみんな何がすごいかって何を描いてもちゃんと分かるってのが、特にうろ覚えでも分かるのがすごいなってすごい思いました。イラストって難しいですよね、うん、はい、あのなんかあの台本を書いたかのような喋りいやいや超普通です。ライコン君は今日全員揃いましたけど、なんか印象とか。印象ですか。あと、お前さん何ですか。あ、はい、そうですね、とまずやっぱり今回初めて会えたのがコスモさんなんで。どうですか。ずっと僕が本当一緒にいろいろ企画とかやらせていただいているクロバさん、あのサークル全国注意で絵描いていて、ブレイクアウトとかのプロモとかも描いてくださった方なんですけど、はい、彼が本当コスモさん大好きで、はい、ありがとうございます、はい、うん、イラストから世界観からすごいコスモさんから吸収したものがあるみたいな感じにいつも言われてて、で実際本当そのコスモさんとお話できたから本当に嬉しかったなと、はい、いう感じになるんです。はい、間にね、これをここであえて言うところっていう感じらしいですよ。止められないじゃない。はい、
ね、間々にあのサークルの CM が挟まりまして、はい、そしてこのアカデミックなこの方に来ていただきました。はい、あ、で、電気ドライブです。いや、今日は主に機材調達員としてありがとうございました。いや、すごく助かりました。助かりましたね、すごい。でもなんかこのケースの中に機材全部入っちゃうってなんかすごい、ね、どれぐらいのサイズですか、これ。今これ奪われたらもう僕は何も作れなくなっちゃうんですけど。ああ、なるほど。これ大事に持ち帰って、はい、以上ないんですね。はい、デキトライブさん。じゃあ今日のデザイナー担当のこちらの方です。はい、小林です。手が見える小林でした。どの小林？忠宏の息子の小林です。トリビアにでも言わないんだ。小林でした。はい、はい、お兄さんでした。テンション上がってきた。こんにちは、ベイカーです。最近歌ってみたで人気のベイカーさんですが、ロリコンはガチ、以上。映画ですか。いいです。はい、そして最後何なのこれ。チータピーです。はい、どうも、こんにちは。はい、今日は楽しかったですか。今日は超テンション上がりましたね、ロリコムはガチ。ありがとうございます。じゃあ最後に皆さんでロリコムはガチで締めたいと思います。せーの、ロリコムはガチ。なんだよ、ロリコムはガチ。どういうなんか締め方すればいいですか。ガチな。では聴いていただきましたロイドラジオ第5回でしたが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。というわけでお送りさせていただきました。じゃあお相手はピーター、ベイカー、小林、デイジドライブ、ルチ、ロイコム、チャー、コスモ、ケイシー、ササクで、はい、の以上10名とエディ村田でした。また次回。ロリコン、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 ロリコン。